1997年開催時のイリア・カバコフ作品ミュンスター彫刻プロジェクトはドイツ連邦共和国の北西部ノルトベストファーレン州の都市ミュンスターで10年に一度夏の間だけ開催されるアートイベント公共空間と芸術作品の関係がテーマで芸術家が事前に街に滞在し街や 住民のことをよく調査した上で作品と設置場所のアイデアを出し、滞在制作し作品を設置するというやり方を1970年代から取り入れていたことが特徴。1977年に第一回が開催され、以後1987年、1997年、2007年、2017年に開催された。このプロジェクトの発端はイギリスの現代美術家。 彫刻家ヘンリー・ムーアの野外作品をミュンスター市に寄贈しようとしたところ、市当局が設置を拒否したことに橋を発する。カトリックの大聖堂がある人口30万人に満たない保守的な地方都市としては、ムーアの作品は芸術として認めがたかったのだが、この決定は多くの反応を及んだ。こうした論争が起こり、市民のみならず全国の美術家、美術評論家や、 市民活動家、都市研究者も巻き込んで、公共性と芸術の関係をめぐる議論がなされた。これを踏まえ、ミュンスター市にある、ノルトベスト・ファーレン州立美術館によって、美術館内と市街地や公園など野外に彫刻作品を設置する展覧会、ミュンスター彫刻プロジェクトが1977年に開催され、世界各国からカール・アンドレ、ヨーゼフ・ボイス、リチャード・ロング、 ドナルド・ジャット、クレス・オルデンバーグなど、早々たる現代美術家が街に招待され、市民と議論を重ね作品を置く、予定の場所を観察しながら、滞在制作し、市内各地に様々な作品が仮設展示された。一方で市民の間では、現代美術反対運動が起こるなど論争も巻き起こした。20年が経ち、2回目、3回目となるにつれ市民の 間でも理解が広がり、ボランティアスタッフも集まるようになった。美術家もより、作品と作品が置かれる場所の関係を考えて制作がなされるようになり、世界からの注目も集まるようになった。現在では、ベネツィア・ビエンナーレやサンパウロ・ビエンナーレ、ドクメンタなどに匹敵する主要な芸術イベントである。この展覧会は、野外彫刻展とはいえ、 単に有名な作家が出来合いの作品をよそから持ってきて野外に置くだけの展覧会ではない。作品と都市、生活の関係を問うための展覧会である。招待された芸術家は開催2年前から町に来て作品の置かれるミュンスター市の風景や歴史、都市の成り立ちや問題などをあらかじめリサーチする。シンポジウムやアーティストトークを行い、美術家は 住民の街や芸術に対する考えを理解し、住民はその作家の作品の意味や考えを理解する。その上で作品の設置場所やプランが決まってゆき、最終的に制作、設置され、会期中も、住民や観客との対話の場が持たれる。会期が終われば作品は撤去される。美術家にとっては、自分の作品作りを美術に、縁のない人に説明し、 できた作品と設置場所との関係が手厳しく評価されることで自分の活動を客観的に見直す厳しい場となる。また、住民にとっても住み慣れた街のことを外から来た作家や観客と話し合い、作品設置で一変した風景を見ることで自分の街に対する印象が変化したり、芸術の効果や存在理由を考えたり、積極的に街の将来のために活動したり街に、 誇りを持つきっかけになったりする。近年は美術作品の傾向の変化に合わせ、彫刻というよりもミュンスター各地を舞台にした映像作品上映やパフォーマンス、美術家の主催するイベントや会合の形式を取った作品も増えている。この展覧会の運営のあり方は、ベネツィア・ビエンナーレなど先行する大型国際美術展にも影響を与え、 日本でも2000年から新潟県十日町市で行われている大地の芸術祭越後つまりアートドリエンラーレなどに影響しているカール・アンドレ、マイケル・アッシャー、ヨーゼフ・ボイス、ドナルド・ジャット、リチャード・ロング、ブルース・ナウマン、クレス・オールデンバーグ、ウルリッヒ・ジュック・リーム、リチャード・セラデニス・アダムス、カール・アンドレ、ジョバンニ・アンセルも シアール・マジャーニ、リチャード・アーシュワーガー、マイケル・アッシャー、ステファン・バルケン・ホール、ローター・バウム・ガーデン、ヨーゼフ・ボイス、ジョージ・ブレクト、ダニエル・ビュラン、スコット・バートン、エドワルド・チリーダ、ティエリー・デ・コルディエ、リチャード・ディー・コン、ルチアーノ・ファブロ、ロバート・フェルー、イアン・ハミルトン・フィンレー、ピーター・フィッシュリー・ディビット・バイス、カタリーナ・フリッチュ、イザ・ゲンツケン、ルドガー・ゲルデス、ダングラハム、 ロドニー・グラハム、ハンス・ハーケ、キース・ヘリング、エルンスト・ハーマンズ、オルク・ヘロルド、ジェニー・ホルツァー、レベッカ・ホーン、シラゼ・ハウシャリ、トーマス・フーバー、ドナルド・ジャット、ユベール・キケル、ベール・キル・ケビー、ハラルド・クリーン・ガレー、ジェフ・クーンズ、ライモンド・クンマー、アンジュレッチア、ソルル・ウィット、マリオ・メレツ、オラフ・メツェル、フランソワ・ア・モルレ、ライ・ハルト・ムハ、マット・マリカン、ブルース・ナウマン、 マリア・ノルトマン、クレス・オルテンバーグ、トシャム・ジュン・パイク、エア・ール・ペンク、ジゼッペペノーネ、ヘルマン・ピッツ、フリッツ・ラマン、ウルリッヒ・リュック・リーム、ライナール・ルーテンウェック、エット・オレス・スパレッティ、トーマス・シュトゥルー、リチャート・タトル、フランツ・ベスト、レミ・ゾワグ、キム・アダムス、カール・アンドレ、マイケル・アッシャー、ケオル・グ・バゼリッツ、アリキ・エロ・ボエッティ、クリスティン・ポーランド、ダニエル・ビュラン、ジャネット・カーディフ、 マウリツヨカテランエトワルトチリーダスティーブン・クレーグリチャード・ディーコンマーク・ディオンスタン・ダグラスマリア・アイサ・サジ・ホルンアイ・シェールクメンピーター・フィッシュリーディビッドバイスイザ・ゲンツケンポール・アルマン・ジェットジェフ・ギーダグラス・ゴードンダングラハムマリー・アンジェ・ギルミノハンス・ハーケレーモンド・ヘインズゲオルグ・ヘロルドトーマス・ヒルシュ・ホルンレベッカ・ホーンホワン・イオンピンベサンヒューズ ファブリス・イベール、イリア・カバコフ、河又正、マルティン・キッペンベルガー、ペール・キルケビー、ジェフ・クーンズ、スベトラーナ・コピース・タイ・アンスキー、ソルル・ウィット、ヨープ・ファン・リース・ハウト、オラフ・メツェル、ライン・ハルトム・ハ、マリア・ノルトマン、クレス・オルデンバーグ&、コーシャバン・ブリュッケン、ガブリエル・オロスコ、トニー・オースラー、ナムジュン・パイク、ホル・ヘパルド、ヘルマン・ピッツ、マージェ・タ・カッパトク、チャールズ・レイ、 トビアス・レーベルガー、ウルリッヒ・リュック・リーム、アレン・ルッパーズバーグ、ライナー・ルーテンベック、クルト・ルス・ラビュー、カリン、ザンダー、トーマス・シュテ、リチャード・セラ、ローマン・シグネール、アンドレアス・スロミンスキー、ソネ・ヒロシ、ディアナ・セター、ベルト・タイス、リクリット・ティ・ー・ラワニット、ユラリア・ワルド・セラ、ヘルマン・デ・フリース、ローレンス・ウェーナー、フランツ・ベスト、ヘレチェル・ホワイト・リード、エリンビ・ビクストローム、 ボォルフ・ダング・ビンター・アンド・ベルドルト・ホルベルト、ジェフリー・ウィスニエフスキ、アンドレ・アジッテル、ヘイモ・ゾーバーに・ニヒ・パブ・アルト・ハメル、フランシス・アリス、マイケル・アッシャー、カイ・ベンナー、キーオーム・ベイル、マーティン・ボイス、ジェレミー・デラー、エルム・グリーン・アンド、トラック・セット、ハンス・ペーター・フェルトマン、トラ、ガルシア、イザ・ゲンツケン、ドミニク・コッツァレス、フォレステル、トゥエ・グリーン・ファート、デイビッド・ハモンズ、 バレリー・ジューブ、マイク・ケリー、スー・ちゃんキノシタ、マーコレ・ハンカ、エヴァ・マイヤー&、エランス・スケイフ、ディー・マンタス・ナーク・エビシャス、ブルース・ナウマン、マリア・パスック、マンフレッドパーニス、スーザン・フィリップス、マーサ・ロスラー、トーマス・シュッテ、アンドレアス・シークマン、ローズ・マリート・トロッケル、ジルケ・ワーグナー、マーク・オリンジャー、クレメンス・フォン・ベー・デ・マイヤー、アネット・ウェアマン、パエ・ホワイト・アラ・カワイ、アラム・バートル、 ナイリーバ・バグラミアン、コジマ・フォン・ボーニング・グトム・バリ、アンドレアス・ブンテ、ジェラルド・バーン、キャンプ、マイケル・ディーン、ジェレミー・デラー、ニコール・アイゼンマン、アイシェール・クメン、ララ・ファバレット、ハーン・フリス・ファインソン、モニカ・ジンス・ドーファー&、コニュート・クラーソン、ピエール・ユイグ、ジョン・ナイト、グザビエル・ロア・アビズ・スカーレット・ユ、ジャスティン・マザリー、サニー、クリスティアン・オツォック、エメカ・オグボー、ペイレッシュ・エンパイアー、 アレクサンドラ・ピリッチ、ミカロ・テンバーグ、グレゴール・シュナイダー、トーマス・シッテ、トシノラ・シュルツ、マイケル・スミス、ヒト、シュタイエル、タノカイサオキ、オスカー・トゥアゾン、ジョエル・ツア・リンクス、ケリス・ウィン・エヴァンス、エベ・ヨンビ、バルバラ、バーグナーベンジャミン・デブルカ。ありがとうございます。